どうも皆さんこんにちは、ひとりやかたです。今回はね、とても便利なねカラビナを見つけたので皆さんにご紹介したいと思います。ナイトアイズというね会社のカムジャム XT というね商品になります。商品の詳細はね、下の説明欄にたどり着けるリンクを貼り付けてますので、興味ある方は見てください。どのように使うのかっていうとですね、ループを一つこしらえたところにカラビナをかけて、こうですね、で回してきた紐の端をですね、裏から差し入れて表に出てきました。でここにカムがあるんですけどね、なんとね引くだけでねバチバチに止まっちゃうっていうね、大変便利な、ね、ツールになります。ロープワークが苦手だという方とかね、何度も引き締めたり緩めたりっていう作業を繰り返す方にはいいんじゃないかなと思います。解除するときはここにね出っ張りがあるんですけど、これを押してやると簡単に解除することができます。本当ね、紐をね引くだけでカムが自動にこのようにかかってロックされるっていうね、この仕組みがすごい画期的だなと思いました。で解除するときちょっと注意してほしいのは、きつく噛んでる状態なので、これを無理にねこっちに引っ張ろうとすると、このねパラコードなんかの素材を傷めてしまうので、必ずここのね出っ張りの部分を押してカムを解除するようにしてください。で使える紐の太さについてはここに書いてますけど、2ミリから5ミリで、耐荷重については127キロとね記載されてますので、その範囲で使用してくださいね。このカムのねイボについてはちょっと見えるかな、まあ、ここにギザギザがついてて、それでがっつりね止める仕様になってるんですけども、まあ、そんななんていうの鋭利なものではないので、パラコードね紐類を傷つけるというほどのレベルではないと思います。ただこのイボイボがついてるおかげでね、さっきも言ったとおりガチってね止まるシステムになってて、まあ、考えた人は偉いなと思いますね。こうねロックがかかります。まあ、ちなみになんですけど、ここのねループはどのして作ってんねんっていう話なんですけど、まあ、せっかくロープワークのチャンネルなんでね、この紐の途中に結ぶロープワークをご紹介しますね。これ以前動画で紹介したことあるんですけど、ダブルドラゴンループってなります。さっきみたいにガツッと引っ張ってね引き締まってるように見えますけども、このね端っこの部分をこのようにして少し緩ませてやると簡単に取れるんですよ。この結び方今ついでやからやっときますね。まず引き込んできた紐に対してこのようにね Z の形を作りますね。でこの状態をキープしながら引っ張ってきた紐の方を裏側へ回して一周ねかけます。で同じくもう一周ね2周かけるんです。1、2と Z にした状態で裏から2周かける。で左のループを右のループの方に入れて、ね、で引き締めてやると、そしたらこのねダブルドラゴンループができます。簡単でしょ。これはね、ほんまね、ガツッと引っ張ってもね、ここをね、さっきも言った通り、緩めてやったら簡単に解除できます。この紐の途中にループを作るので、バタフライノットっていうのもあるんですけどね、まあ、人によってはきつく引き締まった時に解除しづらいっていうね、まあ、そういうコメントも以前いただいたことがあるので、まあ、そういう場合はこのダブルドラゴンループを用いてみてはいかがでしょうか。さて、今回はこのね、ナイトアイズさんのカムジャム XT というね大変便利なカラビナをご紹介しました。これはねアルミ製のがっつりしっかりしたものなんですけども、まあ用途によってはプラスチックのね軽いものも軽いタイプもあるみたいなんでね、まあ、そういった商品の情報の詳細は下の方の説明欄の方にねリンク貼ってますので、そちらを見てください。最後までご視聴ありがとうございました。